やっぱり超一流の原理的思考ができる哲学者なんですね。やっぱり透徹した思考がやっぱ光る。一般意思の原理をもし手放してしまえば、特殊意思がやりたい放題になってしまう。だから教育が存在しているっていうことですね。教育の力っていうのはすごく大きくて、ここにフォーカスしていけば、私は夢物語じゃないと思いますね。いや、ルソーは本当にすごくバランスの悪い人間で、バランス悪いんだけれども本当に精一杯自らを生きてるっていう感じなんですよね。でものすごく人が好き、でもものすごく人が嫌い、頭壁もある、もうろくでなしなんですよ。露出狂でもあった、もう村の娘たちにいろんなとこ見せて回ってたみたいな露出狂でもあった。で自分の子供5人とも孤児院に捨てたりしてるんですね。すっごく純粋で生きることに真剣で、だからこそ何か疑心暗鬼になったりって、この精神のバランスの悪さが、若い頃の自分にとってはすごく自分と呼応して感応しちゃったってところがあるんですよね。でもやっぱり社会契約論はそんな、なんかこうバランスの悪い本じゃなくて、やっぱり透徹した思考がやっぱ光る。本当に哲学史上最も重要な名著の一つとやっぱ言えると思いますね。やっぱり超一流の原理的思考ができる哲学者なんですね。ルソー自身言ってるんですけど、自分が解かなきゃいけない問題を内側から生きたんだと。で、何か評論家が外から見てああだこうだって、自分が生きてもいない問題をただ論評しているんじゃないと。今、それこそ例えば教育だったら、誰もが教育を論評できるんですよね。みんな経験してるので何だって言えるけれども、本当にその問題を生き抜いてるか。時はフランス絶対王政の時代ですから、全然自由のないような時代を生きていた。自由への欲望や憧れや願望っていうのがルソーには強烈にあったんですよね。みんな自由に生きたいよねと。なのになぜこの世界で、この社会ではこれだけ私たちは抑圧され、為政者の意のままになっていなきゃいけないのだ。どんな社会を作れば、どんな国、どんな政府を作れば、我々はみんなが自由になれるのかっていうのが、まさにルソーの問いなんですよね。他の哲学者だとなかなかここまで強靭じゃなくて、もともと私たちは神様に自由で平等に作られてるんだからとか、だからそういう世界にしなきゃいけないんだみたいな、こういう考え方を打ち出す思想家もいっぱいいたわけなんですね。ルソーはみんな自分た己を問えば分かる、みんな自由に生きたいよね、生きたいように生きたいんだったらそれが可能になる社会はどうすればいいかっていう方法で考えるんですね。それだけの問題を生き抜きながら格闘した哲学者っていうのは、そういう哲学者が存在するっていうことを、やっぱり私は多くの人に知ってもらいたいなって、これは現代におけるルソーの一つの意義だとも思うんですよ。まさにみんな自由に生きたいわけですね。ところが人が集まると必ず自由をめぐって戦いになるわけです。こういうことをやめましょうねなんですね、ルソーは。集まって戦いになるんじゃなくて、みんなが集まってなおみんなが自由にいられるために契約をしましょう、そういうものとして国家を考えましょうなんですね。そう考える以外に私たちはみんなが自由に平和に生きられないですよねっていうことなんですね。まさに考え方なんです。で、一般意思はその中身なんですね。みんなの意思を持ち寄って、みんなで対話をして合意形成をしていって、ああこれがみんなの利益になるよねっていう合意を見つけ出す、そこにしか正当性の根拠はないというのが一般意思ですね。超富裕層が議会すらも自分たちの意のままに動かせるほどの権力を握っていると、それがダメだって言える根拠が一般意思なんですね。だから一般意思の原理をもし手放してしまえば、もう特殊意思がやりたい放題になってしまう。とすれば私たちの考え方は、一国内もそうですし、世界的に見て、つまりグローバルな社会契約を諸国家がしっかりと、何がみんなにとっての利益になるかっていう、ちゃんと合意を見出すという社会契約を結び、
一般意思をできるだけ実現していけるように、どういう仕組みを作り、どういう合意形成のプロセスを作り、そういったことをこれから考えていく以外に、人類がやっぱりみんなが自由になり平和に生き、一定程度の経済的にも、基準をクリアして生きていくためには、もうこう考える以外にないと思うんですね。常に灯台として今もちゃんと輝いてくれている。これもまさにヘーゲルが言ってることなんですけど、主人と奴隷に分かれて主人が永遠に主人でいるなんてことは不可能なんですね。必ず奴隷は反乱するし、主人は主人になったばっかりにあぐらをかいてですね、頑張ろうとしなかったりするでも片や奴隷は日々頑張ってるわけですね。ある時あれ勝てんじゃないかとか思って勝ったりするわけです。だから最強者がそれ以外をずっと支配し続けるっていうことは不可能なんですね。共存せざるを得ないよねという問題意識がやってきた時に、異なる他者と対話を通して契約を結ぶということをする動機を持つんですよね。だから教育が存在しているっていうことですね。今私たち本当に人種が違うから同じ人間と思わないとか、宗教が違うんだったら殺していいとか思いませんよね。これ思わないって実はすごいことで、つい 3,400 年前の人って当たり前のように人種が違えば奴隷にしていいと思ってましたからね。宗教違えば殺していいと思ってましたから。しかもローマの剣闘士なんて恐ろしい話で、あれ奴隷同士が殺し合うのを見てローマ市民たちは最大の娯楽にしていたと。人と人が殺し合うのを見て楽しんでいたわけですね。そんな感受性を長い間私たちは、人類は持ってたわけですよね。それがこの 2,3 世紀でガラリと変わった。全ての人があまねく教育を受けられるようになって、やっぱり人類の知能って格段に上がってるんですね。もともと教育、まあ、私哲学の前に教育学をやってたんですけれど、まあ、それはもうシンプルで、まあ、自分にとって学校というのは苦しい場所だったんですよね。でなんで学校なんか行かなきゃいけないんだろうとか、何のために教育ってあるんだろうとか、こういうことをちゃんと考えたかったんですね。ここで対話の力とか理性の力とかを育むわけですよね。で経験を積むわけです。学校の中で異なる他者が対話をして合意形成しながらコミュニティを共に作っていくっていう経験を積む。ひるがえって今の学校そういうことできてますかって話なんですけどもね。本当に子どもたちが自分たちで対話を通してコミュニティを作るような場になってますかと。子どもが本当に自然に成長できる、すくすくと成長できるためには、大人は何をすべきか、あるいは何をすべきでないか。自由な社会で自由な市民になるということは、彼の言葉だとよく規制された自由っていうんですけど、やりたい放題できる自由じゃなくて、ちゃんと安心や安全が守られているとか、やっぱり他者の自由を侵害することはダメだよ、できるだけ自由な中で子どもたちが自己選択し自己決定し、自ら探求したいことを探求できる、そういう自由な環境の中で育たないと自由な市民にはなれないよね。他者を尊重し他者の自由を認め、自らもまた自由になることってできないよねっていうわけですね。もうずっと規則でがんじがらめにされた、しかも意味のよくわからない規則でがんじがらめにされているとどうなるかっていうと、お互いを認め合う市民じゃなくてお互いを責め合う市民になってしまう。小さい時からそうやって信頼と承認の空間の中で育って、あなたは OK、 あなたは OK、 その存在は OK っていう承認の中で育てば、あ、自分は OK なんだなと思えるから、そんなに他人の軸に振り回されることもなくなるし、チャレンジしたって大丈夫だ、失敗しても大丈夫だって思えるから、そしてまた他人を認めることもできる。30年前40年前に同性結婚なんて当たり前のように起こるなんて思ってた人ほとんどいないと思うんですね。哲学者なのでやっぱり100年200年300年500年とかそういうスパンでどうしても考えるんですけども、そうすると全然悲観しなくていい、まあ、悲観的にならざるを得ないところもあるかもしれないけれども、悲観しないために私たちは何を考えるべきかっていうのを考えるので、でも今子どもたちってそんなの当たり前でしょって思うわけですね。世代がちょっと変わればやっぱり価値観大きく変わるので、そういう世代間世代交代みたいなことを考えても、ちゃんと教育の在り方さえ間違えなければ、すなわち何のための教育か、それはみんながお互いを対等な存在として認め合い、共に
この社会を作り合う市民を育むという、ここにフォーカスしていけば、私は夢物語じゃないと思うんですね。